こんにちは、あるいはこんばんは、整体院ワンドです。今日はねイケメンゲスト2人呼んできてるからこんなテンション低く始まりましたねさっきまですごいテンション高かったの自己紹介じゃあお願いします。もともとニコニコ動画という動画サイトで歌ってみたっていう動画をね、上げてたもので、今はまあ YouTube に移動して、うん、はい、まあアゲインと一緒にやってる、三部と申します。よろしくお願いします。あ、イケメンです。よろしくお願いしますイケメンです。イケメンです。アンチ湧いちゃうよアゲインです。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、今日はね、私の知らない世界を教えてもらいたいなと思って、うんうんうん、はい、まあ、配信者とか、はい、ニコニコ動画で歌い手とか、うん、こうここ数年で一気に絡むようになったんだけど、うんうんうん、おじさん何歳か分かるかな。ちょっとね、あの見た目からじゃ年齢が全く分かんないです、うん、もうね、間もなく50歳なんですよ。マジですか。もう48歳になるんですよ今年は。ということはですよ、はい、氷河期世代というやつで、はい、で18歳高校卒業して、はい、まだ携帯ないの。ああ、なるほどなるほど。え、高校の時の、え、いつ携帯？携帯はね、一般に普及し始めたら21。あ、そうなんだ。20、21ぐらい。あ、じゃあもう学生時代はもうポケベルとかの。がギリあるぐらい。あ、へぇ。要するにこう、デジタル化されてない世の中で生まれた。はいはいはい、はい。だパソコンも触れない。うん。だから YouTube の編集も全部 iPhone のアプリ。へぇ、そうなんだ。マジっすか。そうそうそう。すごいっすね。逆にパソコンじゃできない。へぇ。で、世の中で、こう、ニコニコ動画が流行ったことは知ってる。はい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 。知ってるし、歌い手っていうのも、悪さをして、ニュースになったことによって、あったんだよ、事件が。それでニュースになって、あ、そういう活動してる人たちがいるんだな。うん。印象悪いな印象悪いなよく呼びましたね、で、俺はその、まあ、有名ボーカリストとか、はいはいはい、こう、それこそあの、マテローベラとか、はいはいはい、まあ、本当の超有名どころから、うん、これのボーカルたちも見てきてるし、はいはいはい、そのライブも見てきて、この歌い手って何ってなっちゃった状態。ああ、はいはいはい、はい、はいはい。そしたら、あの、あ、ボーカロピーという人がいて、うん、楽曲を作って、いろんな人たちが一斉にそれを歌うんだっていう。うん、だからそういうのを教えてもらったんだけど、はい、今からニコニコ動画を見に、行くっていうのももう分かんないわけよ。まあ確かにそうですね。そうだから、このアラフィフにこの歌い手が今こう YouTube にこう来たわけですよ、ね、はい、そのアラフィフにどこからどういう風に知っていけばいいの、歴史を教えてほしいんですよ。なるほど。ニコニコ動画の歴史をこう遡っていこうじゃないですか。どこから君たちが生まれてきたんだ。はい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 、ニコニコヒストリーね。ニコニコヒストリーをぜひ聞きたい。歌い手というものの文化を。僕が今年で10年になる。そうだよ、ね、そうして16の時に始めたんで、うん、今年で10年になるんですけど、3部が12年とか、今年12年目、12年目、うん、11年この間だったところかな。うーん、なので、だから僕はもう10年前にニコニコ動画に出会ってるんで、その時点でなんで歌い手になろうと思う。あ、どっから影響受けんの。僕の場合はなんか、あのゲーム実況してる友達が同じ学校にいたんですよ、はい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 、その友達に、お前歌好きなら歌いてやってみなよって言われて、はい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 、歌いてっていうので、そこから始まる。そこからニコニコ動画を見始められて、そうそう、勧められてニコニコ動画を見始 見始めるんだ。サンブ君、僕はもともと高校時代に、バンドをやってたんですけど、はい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 、で、まあ、そのバンドがなくなっちゃって、うん、で、まあ、歌う機会、歌う場所っていうのがなくなってた時に、はいはいはい、アニメにハマってしまって、お、まあ、アニメとはもう本当に無縁の生活を送ってきたんですけど、急にアニメにハマって、うん、友達経由で、はいはいはい、これ面白いから見てみてよって。深夜アニメというジャンルがもう全く見たことなくて、そのアニメって夕方にやってるもんやねっていう感覚だったんですけど、その深夜アニメというものに出会ってから、うん、そのいわゆるオタク文化みたいなものに触れていって、はい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 、でニコニコ動画にたどり着いて、オタク文化の先にニコニコ動画があるわけ。そうですね。へえ。基本的には、まあ、今でこそそんななんかこうオタクって感じの、うん、イメージ、まあ、なくなってきは来てますけど、派手だしね。そうそう、派手ですね。派手だよね。派手ですね。だからなんかもういわゆるもう
本当になんかもうあのザ・オタクっていう人たちばっかりだったんですよね最初。ドインキャの集まり。そうですそうですそうです。で、チー牛しかいないってこと。そうですそうです。まさにそのまさにチー牛しかいなかったんですけど、歌い手というものが生まれ始め、最初はボーカロイドもなかったんで、はいはいはい、アニソンを歌ってみたみたいな。あ、そういう感じなんだ。とかそんな感じでしたね最初の。歌い手が出たのも多分ニコニコ動画作られたから結構しばらくしてから、うん、それまではだからそのなんだろうふざけた動画みたいな、著作権スレスレの動画だったりとかで、もうみんながなんかその遊んでるちょっとダークな場所みたいな。ああなるほどね。あのこうスレッドが立ってうんぬんじゃなくて、それを動画でやってるそれそれそれみたいな、あのまあほんまに動画版の2チャンネルっていう感じ。あ、そうそうそう。だからなんか2チャンネルの歌ってみたカラオケ行った。あ、はいはい、そのあ、そんな感じです。ほんまにそんな感じです。そういうのは聞いたことがあって。そうですそうです。そんな感じの延長線でそのプラットフォームができたから、じゃあ歌、はいはいはい、得意なやつはこオタクで、歌うまいやつはこっちでやってみようぜっていうのが多分大体の走りだ、ね、それがスタートなんだ。でこれでニコニコ動画って、はい、言うたらお金にならんって言うじゃん。ならないっすね。で、まあ、YouTube はもともとは何も収益化とかなかったみたいだけど、うん、はい、で収益化になって、うん、でもうそれだけで食べていくわけでしょ。まあ、今はそ そうですね、なりましたね、うん、4年前まで普通にサラリーマンしてました。しながら歌ってみたをしてたんですよ。あのお金がそんなに生まれるものがないので、ニコニコ動画に動画を上げても、まあ、一応なんかあのクリエイター奨励プログラムみたいなのがあって、あのその動画の再生数だったりとかに応じて、ニコニコポイントみたいなのがもらえて、でそれも一応お金には換算できますよみたいな、あの制度もあったんですけど、まあ、いかんせんそれだけじゃバイトレベルだ、うん、バイトレベルにすらなんないです、まあ、お小遣いって感じです。月なんかこう1、2万とか、うん、あ、そういうレベル。そんなレベルでしたね。あ、そうなんだ。なんでもういわゆるニコニコ動画でこう動画を上げて、うん、ご飯食ってくみたいな、考えは一切ここにいませんでしたね、うん、へえ。どこが起点になってそれがこう食っていけるようになるわけ。いや、ライブイベントやるようになってから、はいはいはい、だからその動画投稿ではお金が生まれないので、だからそのライブやってそのお客さんがこう見に来てくれたりとか、はいはいはい、グッズを買ってくれたりとかっていうのが、はいはいはい、言ったらその収益になっていくので、なんかそこからあ、じゃあ歌ってみたも好きだし やりつつ、うん、じゃあライブも好きだしやりつつでお金いただいてるからこれをお仕事にしようっていう感じですね、はいはい、もう趣味の延長ですね、うん、好きなことで生きていくだね。じゃあもうそうだね。おー、すごい。YouTube だな。YouTube だね。YouTube だな。あ、インクは仕事なんかやってたの？僕、何もやってないです。もうこれだ。これです。こいつバイト経験すらないんですよ。そうなんですよ。生え抜きやん。そう、なんかあの高校の時に始めたんですけど、うん、あの高校がバイト禁止の学校 はいはいはい、でバイト見つかっちゃったら本当定額とかやっちゃうようなところだったんで、はいはいはい、まあ、バイトができなかったから活動始めますってなって活動して、で大学あの通ってたんですけど、うん、大学途中で辞めたんですけど、うん、その大学通った時も活動しながら大学を通ってバイトもするってなったら多分無理だよなってなって、バイトの経験がないまま今ここに。え、それね、大学生になる頃にはもうライブとかもやってたの？やってました、やってました。はぁ、すごいね。こいつはもう高校生の時からライブとか出ましたね。で、キャピ言われ。キャピ言われ。キャピ、言っていただき。言われてみてよ、キャピ。言っていただき。でもアイマスクなんで、やっぱり。あーねー。やらしいもんね、ほんと。しかもこいつの何が良くないって、あの、マスク取ってもイケメンじゃないですか。そう。そこが鬱陶しくないですか？鬱陶しい。なんで隠すねんで、結局そのライブに足運んでくれたお客さんは、はい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 、え、ちょっと待って、マスクの人もイケメンやってなるよね。なるんですよ。ありがとうございます、イケメンですなんか顔で飯食ってんすよ、こいつは。違う、そうなんだ。顔で飯食ってんだ歌いて。さあ、ほら、二人とも絶対マスクだし、うん、そうですね。それはもう歌い手の伝統でしょ、だから。まあ、いわゆるその、ね、ボーカロイドの楽曲が上がるときに、うん、あのボーカロイドの楽曲にもう動画がついてるんで、はい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 、それをあの拝借して、はいはいはい、あのそれにあのボーカルだけの乗っけるっていうね、あ、うん、げるっていう感じだったんで、そもそも顔を出すという文化がなかったんですよね。だから恥ずかピーの当時、うん、あのネットリテラシーがあんまりこう、はい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 、
あのしっかり出来上がってないような、うん、あのおのおのにないような状態で、うん、あのインターネットで知り合った人間と会うなんて危険ですって言われてたような時期だったんで、うん、あの顔を出すってことが怖かったんですよね、はいはい、あのインターネットの海に自分の顔を乗っけるっていうのが、うん、時代もだんだん変わりつつあったんで、うん、なんかこう、まあ、いわゆる姿を出したりとか、はいはいはい、実写ってやつですね、そうですね、うん、っていうのも、まあ、あの俺たちもやっていかないとねっていうので、うん、まあその怖かったんですけど、もう結構もう別にインターネットにこう姿形を出すのであまり割となんか主流になってきつつあったんで、うん、まあとりあえず、まあ、あの顔出すの怖いからマスクだけして、うん、はいはいはい、とりあえずやってみっかっていう、それで一旦グループがあったんです、ね、そうですそうですね、ライブの映像とかはマスク取ってるの思いっきり出てたじゃないですか、あれは正直なところかっこいいからそれ貼っとくわ、その人俺マスクの下見れるから今後どうなの、まあ、僕は、まあ、ゆくゆくは、うん、準備始めてる、顔出す、いや僕今うち来て ここで整えてます、だから俺もそのまあね、そのいわゆるコンプレックスだったりとか、はいはいはい、まあ、そういうものを排除して、うん、ある程度こうなんか画面に映っても、はいはい、汚くないようにしてから出そうかなっていうので、はいはい、まあ、それもまあ僕もおいおいって感じで進めていってる、うん、なるほどなるほど、今後顔が出てくるかもしれないけど、そうですね、もうその別に僕も YouTube その個人チャンネルも始めたんで、うん、まあ、いかんせんマスクをしてるとできることが少ない、そうなんだよ、キスとかもできないじゃん、キスはしない、キスしてー俺らからすると顔も出てない人のファンになるのが分かんなくて、あー、はいはい、確かにそうですよね、アイドルとか歌う人たちとみんなもちろん画面出てきてマスクをしてるって概念がないじゃん、うん、もちろんそうです、今もちろんコロナだからマスクが当たり前になってるけど、うんうん、みんなマスクしっぱなしだし、顔の写真をツイッターとか上げても、うん、はい、だからモザイクめちゃめちゃかけてたよ、あーそうっすね、目だけとか、あとなんか変なちっこいスタンプどこそに貼ってとか、ここら辺にスタンプ貼る人とかおるやん、もう言いますね、出とるやん、あれはバカなの、あれはあくまでその人 の, あの考えは分かんないですけど、うん、多分ここの輪郭気になったんでしょうね、あーあー、なるほどなるほど、次からそう思ってみようじゃあっていうことだと思います、基本的にスタンプ置いてるときはあれここだけ変やねん、これここ隠したらめっちゃ漏れてんねんけどなーっていうやつをスタンプでごまかすっていう、あとは僕の場合だとやっぱり顔全部出してないんで、うん、そのまあでもちょっと出そうかな、いやでも恥ずかしいな、あ恥ずかしいの、そう恥ずかしいんですよ、イケメンやんけ、だからちょっとここでごまかそうみたいな置き方をしたりとか、あだから初めて顔見たのは、うん、誰かがリツイートしてライブ中にこうにっこり笑ってる写真、あはいはい、誕生日の時にあげたかな、あ、うん、そうかな、それあ自分が出したやつか、そうです、あそうかそうか、いつの間にかフォローされててフォローだけされてると思って、そうへえ、いやもういろんな人にこう絡んでるのに、はいはい、なんで俺に絡んでくんないんだろう、あ確かにそのいわゆる共通の知り合いは歌い手さんとかに絡んでくる、なんで俺に絡まないんだろういや俺やっぱ根がやっぱ陰キャなんで、ああね、なんかそのうわどうしようどうしようどうしようってなったまま1年が過ぎちゃったひょっとしてコラボしたいのかなっていやそうなんですよと思ってて、そうなんですよ、でも俺から DM 送るのちょっとなと思って、なんかもうがっついてるやんってなるから、いやいやでももう俺もだからもう連絡したいな、いやでもなんかその肉ちょもとコラボしてるしなんかどうなんだろうみたいな浮気みたいな、 あの人たち俺のマネージャーじゃないチョコラビともコラボしてる後でそのうちに来てる大地さんとかで、うん、これアゲインク知り合いなのみたいな、はいはいはい、でどんな子なのみたいな、イケメンだよやっぱみんな顔褒めてくれる、顔しか褒めるところがないのかな、なのにこの顔にコンプレックスがあるって言って来てんだ、だいぶ変わったでしょ、ね、マジで変わります、すごいめちゃめちゃ変わった、本当にほんまにカメラ外でもさっき話してましたけど、マジでイケメンって最近よう言われる、うん、言われるんですよ、イケメンなんだよ、まあ別に元からイケメンやったんですけど、そうそう思うよ俺も、さらにね、さらに磨きがイケメンに磨きがかかっちゃう、ガチで会う人会う人に言われる、いわゆる本当に言っていただけます、自信を取り戻すとかね、そうそう自信を得たという、マジでなんか自己肯定感低いから、うん、委員長にも言ってるんですけど、うん、自己肯定感低くて、だから多分その顔を出すのもやっぱりこう、あちょうどいいんだね、だからね、歌えてるの、そう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 、今ちょうどいいんですけど、だからもうそれがだんだん肯定感が上がってってるんで、もう出したいなと、もうそろそろもうこれがだん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 下に下がってきて、だん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 鼻マスクになってみたいな肯定感が上がるのと同時にマスクが下がってなるほど一気に取れよこれからね、三部くんの顔面も変えていこうということですから、いやそうですよ、ちょいちょいもう
もうこれからも通い始める。出したい出したいになるから。むしろむしろむしろもう見てって俺の顔見ろになっちゃうかもしれない。そういう感じでニコニコが始まって、はい、こう歌えて文化ができて食ってけるようになったのってすごいね。でもね、いやそうですね、本当になんか運良かったなってすごい僕思うんですけど、タイミングが、そう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 、うん、それで俺が今だって知って、うん、今から歌えて始めたってもう終わりやん。まあもう市場がもう飽和してるんで、ね、割と目立てるタイミングで、うん、パッと出れたかなっていうところは、あ、タイミングがそうかそうか、そう、なんか本当になんかこう時の運みたいなのがすごいこうちょうどこういろいろ重なって、でもこんなもんが氷河期だもんね。iPhone で撮影するの今結構主流じゃん、うん、そうですね、なんだけど10が出た頃に8プラスに変えて、うん、やっとそれで動画投稿できるようになった、うんうんうん、あれこれ4年前に始めたら俺すごかったんじゃないかなみたいな。いやでもなんかやっぱそれありますよね、本当に間違いない。その2016年にテレビ出演したから、うん、その時の切り抜きみたいのが200万再生以上回ってて、うん、ふざけんね。僕らもやっぱりなんか今こうお仕事にさせてもらってるんですけど、なんかその最中でうわこの時これやっておけばよかったとか、ああそれこそあのモノパレットのチャンネルとかもずっとなんか実写の動画やろうかみたいな話をしてたけど、踏み切れなかったんですよ。2年間ぐらい渋ってたよな、うん、でそれを2年早くやってたらなんかもっとこういってたんじゃないかなとか、いわゆるそのグループ YouTuber みたいなものが、はいはいはい、飽和状態になってから俺ら飛び込んじゃったから。でもまあみんなイケメンだったじゃん。そうなんですよ。ふざけんじゃねえよ。うちなんか汚ねえのしか集まってない。顔がその他のメンバーかっこよかったみたいな、うん、たまたまなんですよ。会ったことない2人から言ってるけど、うん、どっちかがすげえ脇がとかそれないの？ないですなんとあんまり悪いところがないんですよ。ないんですよ。性癖が異常とか、あそれは分かんない、ワンチャンあるかもしれないですね。ワンチャンあるかも。歌ってみたらこうやるときって、はい、環境っていうのは録音の環境ってどんなの？家で撮ったの？宅録っすね。家ですね。普通に。はい。でもなんかやっぱり近所迷惑とかもやっぱあるんで、僕は防音室を借りれるんですよ今。あ、はいはいはい、はい。だからその防音室を借りて、あ家に？そうです。家に防音室がドーンって1個なんか部屋ができて、はいはい、部屋に部屋があるみたいな感じで、それを置いてそこでこう録音してます。そう借りれるんだ。そうなんですよ。月1万ちょい。そんなに安く？なんか買ったらめっちゃ高いやんね。そうなんですよ。買ったらクソ高いです。やろうかな。なんか広さによって絶対出した方がいい。出した方がいい。このパワーは出した方が良すぎる。なんか憧れたさ、こうニコニコの歌い手じゃないボーカリストとかいないの？バンドとか。僕はもうあれですよ、ジャンヌダルクのヤスさんが。ああ人気だね。はい、好きですね。僕ジャニーズなんですよ。このアイドル野郎。僕本当にジャニーズなんですよ。物語ってるじゃん。入ったらええやんね。入りたかったな。どうしようかってだけ。なんか応募したことなかった。ない。なんか履歴書書いたことあるんです。履歴書書いて、やっぱジャニーズに憧れてたんで。自分で書いたんです。そう、自分で履歴書書いて、うん、送るとこまで行って送らなかった。ビビっちゃった。ビビっちゃった。一歩が踏み出せなかった。でもおかげで今これできてるんで、はいはいはい、まあ確かにね、確かに確かに、ジャニーズに入れたところでやっぱりこう人気になれるのも一握りやろうし、まあ多分人気になってたんだけど自信をこのように4等でちょっと自己肯定感上がりすぎちゃう、上がりすぎかよ、ちょっと上がりすぎか、いいことでしょ、いいことやけどもタレント力が高すぎる、本当にさっきの言ったら自分のチャンネルでもね動画撮らせていただいたんですけど、うん、カットするとこないもん、ない一生使える。ずっとおもろいことするから、もうやめてってなっちゃった。もうおもろいことすんのやめてってなっちゃった。その割にはコラボ以来来ないんだよ、ね。顔で勝負できない人生だったから、やっぱこっちで、こっちに行こうかなって。だからお前おもんないんや。あー、そういうこと？そう、だって何にもなくても、やだ、かっこいいってなるやん。まあ、そうっす。甘えちゃってんだ。甘えてる。顔面に甘えてる。甘えちゃってんだ。だからこんなにトークスキルを得得できずに、ここまで来ちゃった。俺、ボロカス言われてないんだ。いや、だから顔がボロカス褒められてる。ああ、なるほど。その分ね。そうだ、武器があっていいじゃない。そうです、そうです。武器がない人はもうこっちしかないから。もう武器だらけなんだよ。だから磨いたら磨いた。ああ、なるほどね。逆に、顔かっこいいのに、おもろいやついたら、最強っすよね。最強。最強。確かに俺もう研ぎ続けなくちゃいけない。研いだ方がいい、研いだ方がいい。でもお前サビサビない物はいい物はいいんだろうけど、サビ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 、うん、なるほどね。
まあでもちょうどいいと思うけどね。ちょうどいいですか。とんがりすぎたらぶつかるでしょ、だって。あー、なるほどね。まあ、確かにね。だからいいところですっとこう、サポートタイプだよね、でも。あー、もうこう、うん、バンドだったらベースのポジションだよね。あー、間違いないですね。裏でしっかり支える。そうそうそう、うん、まあそんなこんなですよ。まあ、ちょっと、話がだいぶぶっ飛びました、ね、飛びすぎですけど、ね、ニコニコ動画の話、アラフィフはどうやってニコニコ文化を学べばいいんだっていうところ、そうそうそう、答え、結局のところは、もう歌い手の文化ってもう言ってしまったらもういにしえのものとされてしまっているというか、今あ、そうなの、ニコニコ動画に関しては。じゃあもう打足さんのことは口に出してもいけないのか。もう打足さんは生きる化石ですよ。化石なんだ、はい、シーラカンスです。シーラカンスなんだ。すごいっすよ。あのもう形を変えて変えて、未だに人気っていう。すごい。すごいんすから、あの人。すごいんだ。すごいっすよ。なんかちょっと僕の知ってるね、はい、あの歌い手の人がね、はい、どうにもこう、いじるからね。そうっすね。素材がいいんだね。素材がめちゃくちゃいいっすよ。いやもう、あ、いじりたいもん俺。あとちょっとやかましいところでいると声聞き取れない。いじるね、いじるね、今やと思っても俺ずっといじりたかったから。あ、そっかそっか。もうやっぱ目の前にするといじれない。いじれない。動画には残ってる。めいちゃん肉チョモの動画でもなんかちょこちょこダソクさんいじってますね。いじってる。だから一番名前が出てるから、俺としては準レギュラーのポジション今争い合ってるでしょ。そうですね。そうそうそう。だからまあ俺は一応素人代表の準レギュラーだと思ってるんで。ダソクさんは王ですよ、本当に。あ、王なの。王です。あの、言ったらその僕が歌いて始める前のニコニコ動画のランキングはもうダソクさんでしたね。じゃあ、あの、ダソックさんが王で、じゃあ、ゲロ君はどうなる？あ、でも、ゲロさんも、もう本当にレジェンドです。そうですね、レジェンド枠に入ってます、ね、うん。なんか、でも世代的にはもう、なんか、第一世代みたいなのが、その、そうです、歌ってみた枠、じゃあね、カラオケ歌ってみた枠。うんうんうん。あの、兄ちゃんの。うん、そうですね。その次にダソックさんなのも。そうです。もう、そうですね、いわゆる、あの、歌ってみたの動画をしっかり、作って出すっていう、第一世代が、その、そこら辺、その辺ですね。でゲロ君とか。そうです。あのもう今そのいわゆるその未だにちゃんとこうちゃんと活動してできてるのは、うん、そのゴムさんっていう。会ったことあるよ。あ、マジですか、うん。ゴムさんが多分一番最初っすね。歌ってみたをしっかりやり始めたのがゴムさんが一番最初で、いわゆる先駆者なんですね。ああ、はは。なんかライブもやったのも最初の人だ。そうですね。そうですね。だからまあ常にもうこう先を走り続けてるので。はい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 。で、未だに現役でっていう。そうだね、ハニーワークスとかですね。そうですね。で、その、それこそマケロさんとかダスカさんだったりとか、うん、あの、まあ、いわゆるこう、レジェンドとされる、この、レジェンド枠ですね。レジェンド枠があって、はいはい、で、今、めちゃくちゃときめいてる層が、その次に、多分第二世代が、多分今、第一線でこう、ガーッとやってる、うんうん、メイちゃんとか、メイちゃんはもう多分もうちょっともう一個後ろです。じゃあマフマフくんとか、そうですルスくんとかが その第二世代、その次なんだ。そうですね。え、その次あたりが自分たちか、僕たちです。そうですね。でメイちゃんもそこに、そうですね、はい、世代的には多分僕らと同じくらい。僕はあのお友達に超学生くんって子がいるんだけど、はいはいはい、あの子はどうなの。超学生くんはやり始めたの結構面白い。やり始めたのはすごい前、小学生の時にやってたから、あの当時見てたんですよ、小学生の頃。あの声変わりする前の、すんごい可愛い子してたんですよ。そうで、ランキングにその小学生投げたら、小学生が歌ってみたみたいな感じで上がってたの見て、なんかすごい可愛い声の子いると思って、で久しぶりに行ったら、その小学生くんの声変わったの、こんなに声変わったのってなってびっくり。そうなんだ。じゃあもうその下ぐらいなんだね。そうですね。でも、ああ、まあ、そうやな。俺らよりちょい後ぐらいなのかな。俺、同じぐらいなのかな。あ、活動自体は多分すごい、あの、俺らと同じくらいかなっていう。伸びたのは伸びたの多分最近とかなのかな。すごいもんね、勢い、うん。すごいですね。すごいですね。やっぱりこう、一個とっかかりを見っけて、それをこう、やり続けるっていうものを、うん、あの、正解のムーブをずっと取り続けれてる。彼の歌、かっこいい。かっこいい。世界があるよね、あのね。かっこいいっす。
おじさんたちはじゃあ今からニコニコ見る必要ないじゃないですか。そうですね、うん、まあ、今 YouTube でやっぱり今生き残った人たちを見るのがまあいいのかね。時代を作り上げてきてくれたその先駆者の先輩たちは、うん、言ったらもうそれこそケロさんとかダソクさんとか、うん、なんか天月さん、まあ、さんソラルさんとか、うん、その辺の方たちがやっぱこう道を作ってくれて、うん、でその道に僕たちはこう言ったら歩かせてもらってるみたいな感じなので、先駆者気づいた土台があるわけですね。そうですそうです、ね、だから本当にあの感謝です。先輩たちには大感謝です。頭上がらない、上がんない、いじれない、本当にもういじれない、ダソクさんいじれない、ダソクさんはいじりたい、いじりたいとそういう感じで、はい、まあ、また機会あったら教えてもらおうかなと。はい、まあね、俺のチャンネル見てる人も多分知らない人いっぱいだと思うからね、まあ、そうでしょうね、世代が近かったりとか女性とかどうなの、テレビを見てた世代からするとね、ネット文化がね、で自分でも YouTube やってるけどやるようになると思うのかと。そうですよね、そう、今日は2人ともね大事だったから、ね、いやもう抱かれすぎなんで、ほんとね、サム君のチャンネル見てほしいもうめちゃくちゃ振り切ったからね、全てが詰まってる、もう確かに、ユアンドの全てが全てがあそこに詰まってる、もういや俺の全て一緒こそうですね、ちょっとあの巻き込んじゃうとスタッフちゃんとやってるからちゃんとやってないみたいに言うじゃないですかいや面白いが勝っちゃうんだよ面白きゃいいやっていうまあそんな感じですね。なんか予定とか言っときたいこととかないの？顔さらにかっこよくなっていきます。おー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 宣言。ツイッターも貼っときますから。はい、ありがとうございます。自己肯定感が上がるたんびにツイートするんです。そうですそうですそうです。もう一緒に上げていこう。うん、上げていこう。上げ上げでね。上げ上げでね、まあ、これからもここ二人もともと一緒のグループだったんですけど、はいはいはい、まあ今もこれからもね、一緒に活動は続けていく予定で。ライブとかやらないですか？それも考えております。はい、おっとっと。じゃあまあ全員の情報いろいろ貼っときますんで。ありがとうございます。ぜひ見てください。ありがとうございます。ということで大丈夫ですか、はい、なんか言い残しないですか。そうですね、ちょっと飲まれてるね、大丈夫、下ネタがちょっと言えなかったっていうところがちょっと心残りですね確かにこのチャンネルで、そうですね、ちょっと俺はやっぱもっと攻めたかったっていうところはやっぱ若干ありつつ、じゃあ好みの女性のタイプとかどこ見て選びますか。色白教授今入りましたよ色ジロまでは使ってその後は入りました。アゲンくん、僕はもうセックスの上手い女入りました、入りました、入りました、入りました。いやでもそこはローションマスターって言ってもらつながりやる、つながりやる、そうだそうだ、ちょっと行き過ぎちゃった、ちゃんとあの後あったんだが、ね、行き過ぎちゃった、あ持って帰ったんだなそういうことで面白かったんでしょう。まあまた機会ありましたらぜひご覧、はい、よろしくお願いします。それでは皆さんね、ちゃんと概要欄から飛んで、ほんとに先に見てよ確かに、うん、そうもう前振りになっちゃうから、そう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 、うん、本当にいい仕事してた、いやでもこれからも通い続けようと思ってます、ね、はいはい、ぜひぜひ、はい、お願いします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。